吉田さん、徳川埋蔵金ありましたね。なんすかね、ギミアブレイクのコーナーでしたっけね。こうやって山をこうやってクレーン車で掘って、その掘るところずっと見ながら、あれナレーションがすごく盛り上げてくれるんですよね。あれナレーションがなかったら何なんですかね。ただショベルカーで掘ってるだけなんで面白くもなんともないですよね。でしかもそれをあれでしょ、1時間ぐらい見さされるわけでしょ。何だったんですかね。まあでもどちらにしても、当時の番組っていうのは、埋蔵金が出るにしても出ないにしてもどっちにしても番組としては儲かるみたいなね、すごくいい仕組みだなと思います。そのぐらい放送の力、映像の力ってのは大きいんでしょうね、きっとね。いやー本当にね、勉強になりますね。まあということでね、今回お送りしたいのは、成功しても失敗してもそれをコンテンツ化すれば収入になるってことです。例えばね、ちょっと前ですけども、ホリエモンが東大を受けるみたいなシリーズがありましたよね。あれ結局誰も合格しなかったんですよね。でもすごい引っ張りましたよね。で、とにかくホリエモンが受験勉強するところとか、たわしさんとかグラビアアイドルさんが受験勉強するとか、ものすごくねアクセス集めたと思うんですよ。でもみんな合格しなかったんですよね。でもアクセスすごい集まって、結局放送の方は儲かってるというね。だから恐れることはないんですよ。放送の中身がうまくいったこと、うまくいかなかったこと、あんまり関係ないです。人は人の成功にも失敗にも興味があるんですよね。要するに自分のことを差し置いて人のことをね本当に知りたがるんですよ。まあ、そういうところにね、つけ込むといったら言い方悪いですけども、まあ、そういうふうなニーズに応えていくっていうのが、まあ、放送の力なんじゃないかなと思います。ちなみに徳永埋蔵金とか、なんかね、川口浩シリーズとか、あれでもし本当に重大な事件が起きたら、とても放送してないですよね。冷静に考えればわかるのに、なんで私たちは一生懸命 UFO スペシャルとかね、見てたんでしょうね。まあそれはね、やっぱり人の感情が動くからなんでしょうね。ガチンコファイトクラブも面白かったですからね。ガチガチ相談室ってまだやってるんですかね、竹原さんの。あ、ちなみに竹原 TV って YouTube でやってるの面白いですよ、ね、亀田さんの最高ファイトクラブも面白いですよ。なんかね面白いですね。その台本があろうがなかろうが面白いですね。いってらっしゃい。